ちらウォータープルーフのアイライナーで描かせていただいたものになってまして、はい、こちらクレンジングオイルの入っていない普通のクレンジングでこちらで擦っていきます、はい、やっぱあのウォータープルーフなので、はい、こんなことしたって普通のクレンザーでいくら擦ってもオイルじゃないと落ちません。いくら擦っても落ちませんですね、はい、ウォーターが出ているので水流が生まれます。しっかり濡らしていただいて使っていただきますが手間に消えますので、はい、本体の重さでゆっくりゆっくり動かしていきます。あ、1秒間に300回の動かし動です。こちらで戻したらもこんな状態です。もう1回回してこの1回で動かしていきます。もうキメが全然色がちょっと変わってきてこの辺とも全然違うと思うんですけど、白くなって、白いですよね。それを落としていきます。始ませていきます。死んでるんですね。ああ、本当ですね。苦手、こっちまだウェットそうですね。これくらいあの導入率が変わってる。ああ、なるほど。染み込んでる感が出てますね。ちょっともう染み込んでわかりますね。